はい、マフ君、イブ君、こんにちは。言える範囲で今までで一番やらかしたことをお聞きしたいです。どう、なんだろう、やらかしたこと。じゃあ俺一個話していい？僕が10歳にも満たない頃だったと思うんですけど、川に遊びに行ったんですよ。川にさ、泡が溜まってたの、しかも結構いっぱい、うわって泡が、今思えば洗剤かなんかを不法投棄されて多分立った泡だと思うんだけど、当時の僕はもうそれが、あの毒なんじゃないかと思って、でまずいなって、これ川の水をみんなこうろ過してって飲むって考えたらみんなこれ毒で死んじゃうと思って、泡をどかさなきゃって思って、あの川普通に激流なのにそこに行って一人で、でその泡をねすくってたの、こうやって、チャポチャポと、毒なのに。吉田さん、ラッチが開かないからさ、なんか泡とかってさ、石とかぼちゃってやるとさ、なんか泡がなくなるじゃん、一瞬ちょっと、あれで泡が消えてると思った僕はもう、自分の両手より大きい石を持って抱えて、うーんってやってこう、ジャポーってやろうとしたらそのまま顔の中にひっくり返ったのね。その激流の中がなんか普通に3メートルぐらいあるような、なんかめちゃくちゃでかい激流のなんか壺みたいになってるとこで、その中で俺はなんか洗濯機みたいにぐる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 ってずっと回ってやば、死にかけたっていう。ワンワン泣きながら帰った。助かったの？え、助かった。助かったね。通りがかりの人となんか子供たちみたいな人がなんか助けてくれて、俺はワンワン泣きながらビショビショになって。全然可愛いよ。可愛いか？なんで毒だと思ったんだ。そうだな。なんかもう若い頃はやっぱさ、分かんないことも多いじゃん。なんかすごいおバカだからさ。でもなんか覚えてることといえば、その学生の頃さ、本当にお金も全然なくて、でそのご飯を炊いて、あ、この話したっけ、したことあったっけ。いや俺らの間では有名です。あ、したっけ。あ、したんだったらまああれだけど、あのそう、そうなんですよ、お米がね、おばあちゃん家から送られてくるから、そのただなの、ただだったんです。だから、ご飯炊いて、そのご飯に、なんか冷蔵庫に、こうね、納豆とかさ、ふりかけとかさ、卵とかさ、あるじゃん。それをかけてさ、食べてたんで、なんかある日、なぜか冷蔵庫にポン酢があったんで、ポン酢をご飯、熱々のご飯にかけて食べたら、まあ、その当時の僕は、めちゃくちゃそれが美味しすぎて、すっごい美味しくて、なんか毎日食べるようになっちゃって、気づいたら3食毎日ずっと食べてたら、10日ぐらいした時に急になんか視界がめっちゃぼやけて、そのままぶっ倒れて、そう、それで救急車に運ばれたっていう。最初で最後の救急車に運ばれました。ポン酢ご飯食べ過ぎで、そうで先生に、なんか心当たりありますかって言われて、あーありますね。いや、それは相当やらかしましたね。だいぶやらかしてるわ、それは。それも一生。ポン酢ご飯美味しいけどね。これからどんな曲を、あ、食べたことあるよ。美味しいよね。美味しいよね。美味しい、わかる。なんかマフさんのレモンご飯みたいな感じですか。何それ。え、ああ、今度ご馳走しようか。うちで作ってあげるよ。何？レモンご飯？うん。ご飯にレモン汁をかけて、塩をかけて食べるの。俺のソウルフードだ。ああ、まあまあなんか合いそう。ご馳走するよ。え、そこにポン酢かけても美味しそうだけどね。あ、やるか。ご飯何を。何を食べるんだ、何回で、ご飯会、ご飯パーティー。なんかさ、そのさ、レモン塩ご飯って絶対肉ないとさ、ダメじゃない。そうそうそう、肉欲しくない。焼肉屋で見つけたあれだから。酸っぱくて死ぬな。でも一緒によく焼肉行ってる時俺食べてるよ、イブくんの隣へ。あれ塩レモンご飯だったんだ。そう、レモンあれ全部絞って。そう、いつも俺だけご飯おかわりしてさ、ご飯だけ食べてるじゃん。食べてるね。そう、あれはね、こっそりね、レモン汁と塩をかけて食べてるんだよ。え、怖っ。いや、怖ってなんだよ。ポン酢で倒れたやつが言うなよ。そうなんだ。いや、でも美味しそう、ちょっと。ポン酢で倒れたわ。これからどれだけいい曲を作っても、ポン酢で倒れたイブさんだって言われるんだよ。いや、まあまあ、そうだからね。はい。背負っていく。どっちもどっちでした。次行きます。